どうも、永遠のゼロです。永遠のゼロです。どうも、永遠のゼロです。最近ね、ありがたいことろ、ことろに。ことろ、ことろ ST スタジオって、おしゃれだなって。うん、あコメント欄で結構言ってくれる人が増えてきました。ありがたい。おしゃれかどうかは別として、まあメンバーは服が好きなわけじゃないですか。服が好きなのよ。めっちゃ大好きだね。めっちゃ大好きだね。めっちゃ大好きだね。でまあグッズとかもちょくちょく出してますけど、そろそろね、うん、ブランドとかとコラボしてもいいんじゃない。あら、まあ別に話来てないんですけど。来てーな。ちゃんとブランドとコラボするってなったらデザインから決めなきゃいけないわけじゃん。でも素人だけど、うん、誰がいいの出せんのかな。あら、あら、いいんすか。一番メンバーの中で投票が多かったやつをグッズとしてちょっと作ろうか。マジ、マジで、マジ、やべえ、超腕長い。腕がもうすごい。もう腕が前に出ちゃってるお前。ということでじゃあやっていきましょう。楽しいね。そう、これいやデザインって楽しいから。どう、京平さん。いや俺やばいわ、超かわいい。あれやばいやつ、超かわいい。早速発表していきます。おい、これ緊張するな。なんか妖怪大道展てれーん、チャリン、こちらでござる。妖怪こちらです。やっぱ ST といえばこのほで、なおかつ真ん中に ST を、おお、ひっくり返した。ひっくり返した。弁当かと思った今。刺しで普通にこれ。じゃあ僕のデザインですね。はい、これ気になるよ。こちらこんな感じですね。見して、見して。絵はちょっと適当っていうか、まあ、僕あんま絵描かないんで分からにくいんですけど、うん、なんか今さトレンドでこの腕にロゴ、はい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 、腕にデザイン何個も同じの入るやつ流行ってる。確かに。それのジャケットってないなと思って。今の ST のキャラあるじゃん。 あのキャラをホラーチックなデザインでプロに描いてもらって、かわいい。これを散りばめていったら可愛いんじゃないか。いいね。腕のやつめっちゃいいと思う。ということで僕はこちらにしました。はい、おお、なるほど。はい、京平さん、なんか言ってたよね、かわいいとか。そう、俺はもうかわいいのが好きやから。じゃじゃん、こちらです。アルパカ。気持ち悪い。そう、違う、めっちゃ気持ち悪い。アルパカ。違う、これはやばい。右腕にこれ、左腕にこれで、こうやったら合わさるよみたい。タバコもね、ちょっと加えて、ちょっとこれタバコなのそれ。やばいやばい。なんか変な気は生えてるな、思ってタバコ。これプロ野球選手のさ。あ、違う違う、これ可愛い。意外と斬新だね。でしょ。じゃあね、ST おしゃれ番長を披露しています。楽しみだね。のりさんどうぞ。僕はやっぱみんなと見てる景色が違う。これですね。なんだなんだ。後ろです。うまっ。あれ正義だ。後ろから。後ろです。まあ、あえて前はシンプルで、後ろにこういう普通のなんか言葉をおしゃれに書いた方が斬新でいいんじゃないですか。斬新。前はなんか適当な。そうそうそう、だからさっきのそのこれ、さっきのこれですか。違います違います違います。やめてやめて、恥ずかしい恥ずかしい。それなじゃないね。正義が書いたそのワッペンを前にやってもいいし。あー、二人のコンビネーション。そういうのでいけるんじゃないかなっていう。素晴らしい。ありがとうございます。あ、これ採用ちゃうの。これどれを採用したいか決めてください。作りたいなと思うデザインに指をさしてください。せーの、これこれこれ。あ、おお、あ、ちょっと22。え、22 22か。ちょうどこんなことある。これ1個しかできない。じゃあできるもんね、これね。数少なめにして2種類出しちゃうって。うわぁ、おぉ、マジ。2種類でいきましょう。おぉ、すごい。ノリ正義だって。よっしゃ。すげえすげえ。じゃあ僕の腕ロゴとノリさんのそれな、まあ、これをうまくちょっとプロの方にお願いしていい感じにしてもらいました。ということで、まあ作るのに多分2週間しないぐらいはちょっとサンプルが来るまでどっかからかなと思うんで、一旦じゃあその日まで待ちましょう。おーい。はい、ということで、はい、はい、忘れてますよね。じゃあ何を今日は呼ばれたのかが、そう、急に言われないです。何も、もう10日経ちました。10日、あ、あれか、あれです、あれのことですね。あ、届いた。もう分かった。届いた届いた届いた。そういうことだ。え、おー、10日も経ってる間にもう髪の毛変わってます。エントリーナンバー1番のりさんが採用されました。おー、それらジャケットでございます。おー、それら楽しみ。こちら、てれー。うわ、こんないかついフォントでそれなって書いてます。うわ、前もなんか前は前で僕がお願いしていたホラーチックな ST のキャラクター。うわ、出た、かわいい。え、めっちゃかわいいやん。このデザインかわいい。かわいい。これが1個目。プロの手によって僕たちのね、真剣なデザイン、デザインがもうここまでビタビタに再現される。せいさん、プロすげえ。プロすげえ。のりさん着ちゃえばいいんじゃないですか。うわ、いいんすか。うわ、うわ、やばアメリカンや。すげえ。あ、かっけえ。うわ、かっけえ。後ろは、え、超きた。後ろがやばい。後ろがやばい、やばい。
それは前もビタビタじゃないのか、ジャケットもそうなんかレザーみたいな生地、レザーっぽい、ね、レザーっぽい。それじゃあ2つ目ですね、はい、僕の腕ロゴのデザイン、こちらでーす。おー、すごい、すごい、かわいい。こっちはカラーでして、3つほど腕にね、3つデザイン、めっちゃかわいい、入っております。うわっ、めっちゃいい。やばいよこれ、インスタ映えがすごいよ多分。てかさ、これレザーっぽいから、うん、その今の髪型にめっちゃ合う。うわー、なんかもう2人、うわー、なんかもう、うわー、なんかもう、うわー、なんかもう、これやばいわ、すごいわ、これこれこれ、ちゃんとこの商品をグッズ化することが決まっておりますので、2種類にした分数が少ないから、少量限定生産としておりますので、まあ本当多分すぐ売り切れると思いますので、前出したシャツ、ロゴのシャツとかよりも全然数少ないみたいな。あら、うわ、もうマジで早く行かないと。欲しい方は本当早めに概要欄から今、もう今日から買えるようになっていると思いますのでチェックしてください。お願いします。はい、ということでじゃあ僕たちはね、今からおしゃれなギロッポンリレーも行きましょう。ギルポンが俺ら待ち、 いつかね、ブランドできるように、はい、はい、皆さんこれからも応援してください。お願いします。ブランドの方、お偉いさんいましたら連絡待ってます。お願いします。じゃあ、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。はい、チェッシュ。常識の壁など壊せ。